平野章、神宮寺裕太、岸優太が海辺で撮影。マクドナルド新 CM、たっぷり行こうぜ。海辺の魅力を徹底解説。夏の日差しが降り注ぐ海辺で、平野章、神宮寺裕太、岸優太が出演するマクドナルドの新テレビ CM が撮影された。この CM は、たっぷり行こうぜ。海辺と題され、 彼らが車内でマクドナルドの商品を楽しみながらゲームをする様子が描かれている。CM の中で、神宮寺と平野が幸せたっぷり、ナゲット愛たっぷりとテンポよく答える一方で、騎士は、う、た、たっぷりと当てはまる言葉が思いつかず、神宮寺と平野に、ブブー、と突っ込まれるシーンが印象的だ。彼らが海辺をドライブしながら、 たっぷり言って、愛だよな愛、愛と夏を存分に楽しむ姿が鮮やかに描かれている。この CM 撮影は、晴れ渡った青い空と白い砂浜が広がる海辺で行われた。撮影現場に到着すると、神宮寺はいち早く助手席に乗車し、岸は後席にゆっくりと座り込み、最後に平野が笑顔で運転席に座る。クラシカルな内装に興味津々で、 手触りを楽しみながら撮影に臨む彼らの様子は、まるで子供のように無邪気で新鮮だった。オープンカーの背景に広がる砂浜では、多くのエキストラがレジャーやスポーツを楽しんでおり、その中には可愛らしい小型犬の姿も見られた。撮影中もその犬たちに気を取られる三人は、カメラのセットチェンジで車から降りた際に、近寄ってきた二匹の犬に興奮し、平野は、 すっごいかわいいと顔をほころばせ、神宮寺もずっと一緒に遊んでいたい。と犬との触れ合いに夢中になっていた。その楽しさに休憩することを忘れてしまうほどだったが、その後も元気な笑顔で撮影に臨んでいた。海辺から吹きつける風に対し、平野は窓を閉めれば風が当たらないよ。天才と自身のアイデアに感心しながら窓ガラスを上げ、風をしのぐ。 岸も同じく窓ガラスを上げるが、オープンカーの鉱石の窓が三角形で小さいため風よけにならず、苦笑いする岸の姿に盛り上がる場面もあった。岸の愛されキャラにより、撮影現場は終始、わきあいあいとした雰囲気に包まれていた。新 CM の撮影に続いて行われたダンス動画の撮影でも、3人は息ぴったりな姿を披露。 降り注ぐ太陽の光を浴びながら楽しい時間を過ごすことができたため、すべての撮影を終えた神宮寺は、めちゃめちゃ爽やかだったんじゃない、と満足げに話し、騎士も、本当に爽やかだったと同意し、平野も、あんな休日を過ごしたい、と撮影現場の様子を振り返り、夏をたっぷり楽しみたいと三人で目を輝かせていた。夏の楽しみについて、ナンバーアンダーラインアイのインタビューが行われた。平野は、 アクティブな夏にしたいですね。大人になるとそういうのやらなくなるよね。大人になっちゃった自分たちを自覚するのは悲しいから、水鉄砲とか買ってみようと話し、騎士も、無邪気に初心に帰ってやるもありですね、と同意する。神宮寺は、そういう、ごっこじゃないけど、そこから入るっていいのもありかもね、と付け加え、平野は、カブトムシとか捕まえに行きたいです、と続けた。 新 TVCM で描かれているドライブに出かけるシーンについて、実際にドライブに出かけたら運転は誰が担当するのかと問われた神宮寺は、それはもう、僕はいっぱいやってきましたよ。今まで運転した距離は、日本列島を縦断できるくらいじゃないですか。往復できるじゃないですか。だから岸くん今年からやってくれるっていう、と答え、平野も、そうだね、と賛同する。岸はいやいや、 まあまあまあ、変わろう。変わってやっていくのがいいかな。疲れるよ、と話し、平野は、今まで僕たちはやってたんだから、それくらいやってよ、笑い、と笑いながら返す。騎士は、まあまあまあ。じゃあ小さい車種を借りていきましょう、とまとめた。夏のレジャーやとっておきの場所について尋ねられると、神宮寺は、バーベキューとかじゃないかなと提案し、平野は、俺は神奈川。 神奈川県っていいのよ。山もあるし川もあるし、海沿いもある。完璧だよ、と答えた。騎士は、陸、海、空、聖覇だ、と冗談を飛ばし、平野は、空、笑い、と笑い、騎士は、ごめんごめん、笑い。言ってないね、と訂正する。神宮寺は、今の感動したな。落ちたっすね、今の完璧に。陸、海、空で、笑い。 すごいっすね、と簡単し、騎士はいえいえ、これ完全にミスです。本当にすいません、笑い、と恐縮した。この記事では、マクドナルドの新テレビ CM の背景にあるストーリーと、出演者たちのエピソードを通じて、夏の楽しさと友情の絆を描いた。彼らが無邪気に楽しむ姿は、多くの人々に元気と笑顔を届けるだろう。そして、彼らのインタビューからは、 大人になっても子供の頃のような無邪気さを忘れずに楽しむことの大切さが伝わってくる。夏を楽しむためのアイデアや場所の提案も、読者に新しい発見とインスピレーションを与えることだろう。この夏、皆さんもぜひ、平野翔、神宮寺勇太、岸優太と一緒にたっぷり楽しむ夏を過ごしてみてはいかがだろうか。彼らのように、無邪気な笑顔で過ごす時間が、きっと素晴らしい思い出になるだろう。 どんなに忙しい日々の中でも、ほんの少しの工夫と勇気で、新しい冒険が始まるのだ。さて、皆さんはこの夏をどのように過ごす予定ですか海辺でのんびりと過ごすのも良いですし、山や川でアクティブに遊ぶのも素敵ですね。大切なのは、自分自身が楽しめる時間を作ることです。忙しい日常の中で、少しの時間を見つけて、 新しい体験に挑戦してみるのはいかがでしょうか皆さんの夏の計画を聞かせてください。そして、どんな素敵な思い出ができるのか、教えていただけると嬉しいです。夏の日差しが降り注ぐ海辺で、平野紫神宮寺勇太、岸優太が出演するマクドナルドの新テレビ CM が撮影された。この CM は、たっぷり行こうぜ。海んと題され、 彼らが車内でマクドナルドの商品を楽しみながらゲームをする様子が描かれている。CM の中で、神宮寺と平野が幸せたっぷり、ナゲット愛たっぷりとテンポよく答える一方で、岸は、う、た、たっぷりと当てはまる言葉が思いつかず、神宮寺と平野に、ブブーと突っ込まれるシーンが印象的だ。彼らが海辺をドライブしながら、 たっっぷりって愛愛だよな愛と夏を存分に楽しむ姿が鮮やかに描かれているこの CM 撮影は晴れ渡った青い空と白い砂浜が広がる海辺で行われた撮影現場に到着すると神宮寺はいち早く助手席に乗車し騎士は後席にゆっくりと座り込み最後に平野が笑顔で運転席に座るクラシカルな内装に興味津々で 手触りを楽しみながら撮影に臨む彼らの様子は、まるで子供のように無邪気で新鮮だった。オープンカーの背景に広がる砂浜では、多くのエキストラがレジャーやスポーツを楽しんでおり、その中には可愛らしい小型犬の姿も見られた。撮影中もその犬たちに気を取られる3人は、カメラのセットチェンジで車から降りた際に、近寄ってきた2匹の犬に興奮し、平野は、すっごい可愛い。 と顔を誇らばせ神宮寺もずっと一緒に遊んでいたい。と犬との触れ合いに夢中になっていた。その楽しさに休憩することを忘れてしまうほどだったが、その後も元気な笑顔で撮影に臨んでいた。海辺から吹きつける風に対し、平野は窓を閉めれば風が当たらないよ。天才と自身のアイデアに感心しながら窓ガラスを上げ、風をしのぐ。岸も同じく窓ガラスを上げるが、 オープンカーの鉱石の窓が三角形で小さいため風よけにならず、苦笑いする騎士の姿に盛り上がる場面もあった。騎士の愛されキャラにより、撮影現場は終始、わきあいあいとした雰囲気に包まれていた。新 CM の撮影に続いて行われたダンス動画の撮影でも、3人は息ぴったりな姿を披露。降り注ぐ太陽の光を浴びながら楽しい時間を過ごすことができたため、 全ての撮影を終えた神宮寺は、めちゃめちゃ爽やかだったんじゃない、と満足げに話し、騎士も、本当に爽やかだったと同意し、平野も、あんな休日を過ごしたい、と撮影現場の様子を振り返り、夏をたっぷり楽しみたいと三人で目を輝かせていた。